始，好吗？那首先，じゃあまず最初の質問を日本語で読み上げます。その撮影の中で、村人、主人公たちとどのように付き合ってきたのか、また最初の撮影の時にどのように信頼関係を築いてきたのかという質問ですけれども。那这个问题呢，中文是说，请问导演，您在整个拍摄过程中是怎么样和主人和村民们相处的？然后还有最初的这个拍摄，因为要构建一个信赖关系，这个关系建立的过程，谢谢。相处的方式其实是有两种，一种是用我自己的那种情绪情感，因为我的家乡离我拍摄的地方很近，我父亲30年前就在这个地方拍照片，记录他们在80年代的生活。じゃあ、その主人公たちとの付き合いは、信頼関係を築くために主に2つの方法があります。まず1つ目は、自分の感情と相手の感情を融合させること。コウ監督はもともと実家が内モンゴルに、ありますので、主人公たちとの、もともと暮らす場所が近いっていう、こともありまして、コウ監督のお父さんは30年くらい前に彼らの生活を写真を通して記録してきました。还有一种方式的交流，就是我自己，在生活里的感受，这种感受里呢，有最真切的一种体验，但体验里呢，更多的其实是用酒来，用酒的喝酒的方式来感受到最真实的生活。2つ目は、監督ご自身の生活に対する、いろいろ感覚とか、その中で得たものっていうことなんですけれども、その中で一番重要なのはやっぱりお酒の、経験ですね。で、お酒を通して生きるってどういうものかを心得ていますので、それが相手と共感したんではないかと思います。因为酒，喝酒的人会把自己最真实、最真诚的，最是自己的这一部分，完全的表达。お酒を飲む人というのは本当の自分の一面を思い切って出せますので。所以，就是这样的一种方式。我现在就在喝酒。ちなみに今もお酒飲んでます。因为喝酒的世界是一个人和人最真实的世界。お酒を飲んだ後の世界というのは世界の本当の姿ではないかと思います。也许是因为孤独和爱。なぜお酒を飲むかというと、寂しさ、それともこの世の中に対する愛おしさではないかと思います。我回答完了。私の答えは以上です。我看到前面有两个男生，好像是应该是中国人。木村さんが一番前の観客の3名は中国の方ですよね。ビールちょうだい。那顾导，我们现在进行下一个问题。我还是先用日语把这个问题说一下。その監督がこのドキュメンタリーを撮影した際に最も感動を覚えた瞬間は何ですか？是说您在拍摄过程中最被触动的一瞬间是什么呢？
因为被触动的最没有罪，因为在生活里所有的东西都会被复制，包括那种伤感也会被复制，包括那种无聊的日常生活，也会被复制，就是日子是每天都是这样过去的，所以最触动的是。远离了那种虚假的一个城市的，那城市的一种什么呢？城市的那种，模式，大家你们在东京也能感受到的东西，在心里吧。この一番っていうのはなかなかないと思います。なぜかというと、私たちの日常生活というのは毎日同じような繰り返しではないかと皆様は多分感じていると思いますが、毎日毎日同じような悲しみ、同じようなつまらなさ、それが私たちの日常になっていますし、もうほぼ誰でも感じていると思います。で、この中で感動を覚えたものかといえば、この賑やかな都会を離れて、で、その一瞬の心の安らぎではないかと思います。在森林里，那里有空气，有树，有神灵，有篝火，有驯鹿，有喝醉的内心里，难过的人。私の撮影の中に森の中で、そこには森があって、雪があって、で昔からの神様がいて、でトナカイがいて、酔っ払った人たちがそこで歌ったりしてますので。所以我在这样的一个情绪里，每天都在被触动的。それで、そういう環境の中で毎日感動を覚えています。哥，下一个问题可以吗？哎，好，我喝一口啊！你们都没有酒，我现在有，祝你们。じゃあ次は3番目の質問です。ドキュメンタリーの中でみんなが食べている肉まんはどんな具ですか？具は何のものですか？鹿肉ですか？で、じゃあまずこれ。顾导，那现在有一个问题是说，片子中他们吃的那个肉包子，我们在这儿看特别特别的香。它这个肉包子是什么馅儿的？是鹿肉吗？你们看的特别香的，可能是因为中午为了赶看电影，没赶上吃饭吧。みんなその肉まんを美味しく感じたのは、もしかしてご飯を忘れてお腹を空かしているからじゃないですか？那个包子馅儿本身那个不重要，我都忘了是什么。但在那个森林里，那个黎明点儿，就是什么都是最新鲜的。で、その肉まんの具はもう正直今はっきり覚えていません。ただし、その森の中でみんなが暮らしている日常の中では何でも一番新鮮なものを食べています。那顾导问您下一个问题。那次の質問に入ります。現在その伝統的な狩猟生活はもう存在していないと言われています。それでは主人公たちはどのように生計を立てているのか。で、ほとんどの人は他の、出稼ぎ労働者みたいに都会に行ってお金を稼いでいるんでしょうか。顾导，下一个问题是这样的，说现在传统的狩猎已经不存在了，那么鄂温克人是靠什么来维生的？多数人都是像其他地方的农村人一样进城务工吗？在中国，不仅是鄂温克人，还有蒙古人，还有达斡尔人，还有鄂伦春人。这个好不好翻译我不知道，就是都面临同样的问题。
就是森林和牧场和这农村，甚至农村的这种变化，让大家都像在一个缝隙里，在夹在一个缝隙里。鄂温克人靠着那个鹿角驯鹿的那个角，鹿茸也不好生存了，最后是靠的是所谓的国家的低保，最低保障。そうですね、実はドキュメンタリーの中の主人公だけではなく、現在中国ではモンゴル族とかウイグル族とか、それぞれさまざまな少数民族が同じような問題に直面しています。森、牧場、そして農村の変化、これは一つのドキュメンタリーの中の主人公だけの問題じゃないと思います。みんなが同じように隙間に挟まれたように窮屈に暮らしており、で主人公たちもその鹿の角で、それだけではなかなか生きられないの で今はもうほとんど日本で言えば生活保護、政府の、そういう手当を受けながら生活しています。还有一部分年轻人呢，试图想要进城务工打工，但是其实他们除了狩猎和聚鹿茸和在森林里寻找驯鹿是他们的本能之外，他们在城里没有这样的能力，只能当保安和洗碗，所以务工情况也不是很好，所以他们又回到了这个森林。で、若者たちは一部その都会に出て仕事を探そうとする人もいますが、彼らにとって都会で仕事をする能力はなかなかないのです。なぜかというと、今まではずっと狩猟してきたわけだから、そういう生活が彼らの本能になっておりまして、それで都会に出かけても、なかなかほとんど警備員とか、あと皿洗いの仕事しか見つかりません。所以在森林和城市、都没有栖居地。甚至在森林和城市之间也没有栖居地。さっき申し上げました、その若者たちはまた自分の実家、つまり森の中に戻ろうとしますが、なかなかうまくいかないので、彼らにとって自分の森の中でも今の都会の中でもどこにも居場所がないのです。所以更多的人选择了用酒来麻醉自己，让自己变得既真实又梦幻又无望的，但是让自己不想清醒。ほとんどの人たちはお酒で自分を麻痺することによって本当の自分を感じ取ったり、この世界を夢の中で暮らしているようにしたり、で自分の欲望を抑えようとしています。那顾导，我们现在进行最后一个问题。首先我用这个问题还是用日语先说一遍。じゃあ狩猟文化はこれからまた復活する可能性がありますか？もし復活するとすれば、どんな生活上のサポートが必要ですか？顾导就是说，那现在这个狩猎文化还有可能复活吗？如果要复活的话，需要政策上有什么样的改变？这个没有任何的可能，因为在这个时代已经，如果这个我开始说酒话了，如果日本人在占领东北的话，可以让鄂温克人、鄂伦春人，还有蒙古人，还
还有达斡尔人都拿起猎枪。その可能性は全くありません。ちょっと下げ事になりますが、もし日本人は再び中国の東北地方を侵略すれば、そこに暮らしている少数民族たちが また銃を手に取ることができるかもしれません。それぐらい不可能なことになります。当然这个也不是一个玩笑，因为我们在北方的朋友都会有这样的一个曾经有这样的一个想法吧，但是是就是什么东西，其实在这个时代要往回走都回不去的。今私たちの考えとしては、私たちがいるこの時代の中で逆戻りはできないのが事実です。那顾导，您还有什么对我们观众想要说的话吗？也对，我就因为就看出大家都饿了，这个因为就是觉得那个包子特别香嘛。そうですね。皆さんもうお腹空きました。肉まんそんなに美味しそうに見えました。但是我特别谢谢大今天能看我的电影的观众和谢谢组织者。でここで本日私の作品をご覧になった皆様にお礼を申し上げたいと思います。そして、私たちイベントの、主催側にもお礼を言いたいです。也希望大家想一想我们在这个自己所处在的这个时代我们自己要做一些什么样的事情和自己有关系。それで皆さんに考えてほしいことがありますけれども、私たちがいるこの時代私たちは何ができるのかをぜひお考えください。因为人只活一次，这不管是有什么样的信仰，但是作为我们的生命，我自己认为只有一次，下辈子或者其他的我都不去看重，只是想把这一次的生命，要完成自己要做的事情。で、私たち人間は一回しか生きることができません。どんな神様を信仰する人であろうと、命は来世があるなんて私は全然気にしないのです。私は自分の命の中で一生懸命自分のやるべきことをやりたいと思います。谢谢大家。ありがとうございました。谢谢顾导。谢谢顾导，百忙中抽时间跟我们做线上交流，耽误您喝酒了。不，我特别希望，如果那个我在中国，现在我也不想在北京了，我要回到内蒙古草原。我希望你们，不管是中国的老乡，还有日本的朋友，谁来了中国，要能有机会到内蒙草原，我好好的给你们招待你们，因为我们有同样的一种感受，在这个时代里，能够看电影。皆さん、もし今監督がもう内モンゴルの実家の方に戻っていますので、皆さんはもし内モンゴルにいらっしゃる機会がありましたら、ぜひおごらせてください。好的，谢谢顾导。好，谢谢大家。祝顾导2017年然后工作顺利。我今年会剪一个两部在日本拍的片子，我也希望我们今天的观众都会能看到，再由主办方来做放映。それで今年はまた監督さんが2つの映画今編集中なので、また皆さんにご覧になっていただければ幸いです。蒙语蒙古族是用バイシュタイ来说再见。はいはい、モンゴル語のさよならです。バイシュタイ。